彼が見せるその態度はあなたへの愛情表現なのかもしれません。こんにちは、小川君です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性の愛情表現というのは女性にとっては、ね、伝わりにくいことがあると思うんです。そこで今日は男性は、ね、こんな形であなたに愛情表現をしているんですよ、それちょっと見落とさない方がいいんちゃうというようなお話を、6つほどご紹介をしていこうと思います。なかなかね、彼らがはっきりと言葉や態度で示してくれればいいんだけど、そうじゃないからね、不安になってしまう、そんな気持ちもね、わかります。だからそういう不安な気持ちっていうのは早いとこ手放した方がいいんじゃないですかっていうお話はね、こういうお話の中でもご紹介差し上げました。つい先日ね、こういう動画の中で、不安を手放す方法ということでご紹介差し上げているので、まあ、こちらも合わせてね、ご覧になっていただければいいんだが、こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。今日は、まあ、そのあなたの中の不安を手放すというよりは、彼がね、実際にはほらほらそれって愛情表現だよね、いやいや、ちょっとそれあなたのこと好きだからそうしてるんちゃうのというような彼の行動から見える愛情表現ね、無意識に彼がやってしまうということではなくて、好きだから意識的にそうしてるんですよねというようなお話です。もちろんここでご紹介差し上げるお話全てのケースが、あなたと彼との間の話に当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にリンクが出ているので、そちらの方から飛んでいただくか、リンクが、ね、下の方に書いてあります。こちらの方にも、ね、同様のリンクが出ていますので、こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時でお申し込みください。若干近々の日程混み合っていて大変ご予約取りづらくなっています。少し先の予定を、ね、余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が、ね、自然に好きな女性に見せてしまう愛情表現とはこういうことだよねというお話を、6つご紹介をしていこうと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、離れると近づいてくるんですよね。離れる、物理的にね、離れていくっていう問題はあると思います。まあ、あなたの方から連絡を控えるとか会う回数を減らすっていうことによって、彼の方からおいおいちょっと待ってくれと、お前なんで連絡してこないんだっていうふうに、まあ、連絡をしてくるということもあるし、まあ、もうちょっとこう身近なところで言えば、あなたと彼がね、まあ、同じ屋根の下で暮らしています、婚姻関係にあるとか、同棲してますという時に、例えばご飯の時間をね、あなたはなんかいつも時間不規則だからちょっと別々の時間にしようね、私はこの時間に食べるけどあなたは勝手にこの時間にしてダメだよなんて言うと、おいおいちょっと待てって、今まで一緒に食べたんだから一緒に食べようぜとか、ね、なんかいきなりね別々になること言いやがったりとか、寝室ちょっと明日から分けようと思うんだけど、なんでそんなこと言うんだよ、一緒の部屋でいいじゃないかみたいなね、今までは散々部屋が狭いとかベッドが狭いとかいろいろ文句言ってたくせにね、あなたの方から離れていった瞬間に待ってということになる。そうね、あとはまあ旅行行くときに、まあ、あなたの方から突然ね、まあ今度は現地集合現地解散でいいんじゃないかねなんて言うと、なんで現地集合現地解散って、意味わかんないわ、それ一緒に行けばいいじゃんみたいなね、いやだってあなたいつも現地集合現地解散でよくねみたいなこと言うじゃんみたいな、いやいやそれとこれとは違うじゃんよみたいなね、あなたの方から離れる素振りを見せた瞬間に、猛烈アピールで一緒にいたいって言ってくるっていう時というのは、まあ、大概ねやっぱりそれはまあ何でしょうね、こう失いたくないという割とこうネガティブな欲求ではあるんだが、ネガティブなね、しかしながら同時にね、やっぱり俺はお前と一緒にいたいんだ、いや俺はお前と離れたくないんだよ、お前のことを大事に思ってるんだというような、まあ、彼なりのね、愛情表現の一つであったりもするので、まあ、彼がそういうふうにね、あなたがちょっとこう離れる素振りを見せる、別に別れるとまで言っていないにもかかわらずちょっとしたところでね、距離感をあなたの方からキュッと離した時に待て待ておいおいとね、来るときというのはその待て待ておいおいが、彼なりのね、愛情表現だというふうに思っていただいていいと思います。分かりづれえなというふうに思うかもしれませんけど、まあ大体ね、おっさんの愛情表現なんてそんなもんなんで、まあ覚えておいていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして2番目はこちらですね。はい、触る
ということですよね。触るというのは別に何かこういやらしい下心めいた何かとか、性的な欲求に基づいて、あなたと体の関係になりたいとかいうことだけではなくて、もう単純にね、やっぱりこう身近な存在であるとか、まあ、大事な存在であるとか、まあ、好きなものってやっぱり触っていたいなって思ったりするじゃないですか。それは男性も女性もそうだし、好きなものに触ること、自分が愛おしいと思うものを触ることによって心が癒されたり満たされたりすることありますよね。まあ、それは、小動物、まあ、犬とか猫とかをね、慣れたりもそうだかもしれないし、まあ、例えばね、愛くるしい赤ん坊とかね、触ることでなんか癒されたりするような思いってあったりするじゃないですか。まあ、それと同じようにやっぱり男性もね、やっぱりこう自分にとって大事だなとか好きだなと思う女性に対して、触ることでね、自分の心を満たされたい、そして触ることで俺はお前を触ることで俺の心は満たされてるんだ、お前のことを好きなんですよということをやっぱり表現したいんですよね。だから、さっきも言ったように特別ね、何かこう性的な欲求に基づいてということだけじゃなくても、まあ、例えばちょっと手を握るとか、まあね、多いって肩を叩くとか、また、そうね、まあ、いつもよりもちょっとご飯食べるときに横に座ったときに席が近くて肩が触るぐらいのところまで寄ってくるとか、まあ、そういうのはあからさまにね、愛情表現だというふうに思っていただいていいかもしれません。まあ、それがねこう、まあ、結構強く出てるときっていうのは、まあ、完全にあなたをこう抱きしめたいと思うみたいな、そんな欲求にまで高まっていくと、まあ、完全だね、これはもう愛情表現以外の何物でもないんだが、抱きしめたいと思うときっていうのはね、こういう思いがありますよって話は、こういう画像、こういう動画の中でご紹介差し上げました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。まあ、なのでちょっとね、あんまり意識していなかったけど、まあ、彼ちょいちょい私のこと触ってるよねとかね、お家の中にいたりする時もね、別にわざわざ触るような必要もないのに、例えばまあそうね、まあ、ご飯食べながらでも肩触る、またこたつの中で、ね、こう足がちょいちょいとこうぶつかってくるとか、そういうことも含めて、あなたに対するこう触ることに対して抵抗がないどころか、むしろ積極的にね、そういう触れ合おうとしてくるような姿勢が見えている時というのは、まあ、そういうことを通じてね、あなたに対して自分の愛情を伝えているというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして3番目ですね。はい、発話がね、回りくどい時ってあると思うんです。発話というか、まあ、彼があなたに対して言うことが、まあ、いちいちちょっとこう回りくどいよねと、まあ、これはお相手との距離感の問題があるので、まあ、ちょっとまだ遠い関係の場合なんかは特にそうですよね。まあ、もうご家族ぐらい、ご夫婦ぐらいに近くなってしまうとあんまりそんなことはないかもしれないけども、まあ、ちょっと回りくどい発話をする時というのは、まあ、彼があなたに対してね、やっぱりこう、まあ、ストレートに物が言えないというか、まあ、そういう状態ですよ。なんでストレートに物が言えないかというと、ストレートに物を言って、ノーって言われるのが怖いからですよね。自分が傷つきたくないから、だから、まあ、なんとかね、こう、うまいこと自分の気持ちを伝えようと思って、正しくあなたに自分のことを理解してもらおうと思うから会話が回りくどくなるんですよね。この人何言ってんだかよくわかんねえなとかね、なんかいちいちも何これ、はっきり言いのにどういうことこれとかね、思う時っていうのは、まあ、それ自体がね、やっぱりあなたに対する愛情表現だったりもするんですよね。まあね、乱暴な言い方をすると、まあ、どうでもいい相手であればそのまんまね、避けなきゃポンって伝えて以上さようならっていう感じじゃないですか。まあ以上さようならまでいかないにしてもね、イエスはノーで話が終わるような話をわざわざ回りくどいような言い方をしているというのは、まあ俺はね、君のことを傷つけないように、そして、俺のことを正しく理解してもらって、できれば俺を否定しないでよ、できれば俺にノーと言わないでというような、まあ、そんなね、気持ちの表れであり、そういう発話を通じてね、俺のことを分かってほしいんだ、お前のことが好きなんだという気持ちの表れだというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあ、そして4番目です。はい、あなたの要望に応える、もしくは応えようとしてくれる、その行動態度そのものがあなたに対する愛情表現ですよね。もちろん全部が全部応えられるかって言ったらそんなことはないですよ。もちろん相手にも都合があるし考えがあるわけだから、だけども、まあ、なんとかね、あなたの期待に応えたいな、なんとかあなたのリクエストに応じたいなというような態度を見せてる時っていうのは分かるじゃないですか。まあ、それはね、そうしないとあなたが怒るからとかブチ切れるからっていうね、そういう意味合いもあるのかも、場合によってあるのかもしれないけど、でも基本的にはさ、やっぱりこう好きな女性だからこそ、大切に思う人だからこそ、その人のために何か、
リクエストにね応えたいなという気持ちになるのはこれは当たり前の話。そしてあえてね自分は君のリクエストに俺は応えているんですよということを行動や態度で示すことによって俺がどんだけお前のこと好きか分かるっていうことをやっぱり伝えようとしているわけですよね。ですから、まあ、誰に対してもそうかっていうと多分彼もそうじゃないと思うんですよね。やっぱりあなただから、あなたのリクエスト、まあそれはね、帰りにスーパーでネギ買ってきてとかね、コンビニで肉まん買ってきてっていう、まあ、そういう些細なことからさ2人の付き合い方に関してこういう付き合い方をしたいんだ、まあね毎日とは言わずと週に3日ぐらいは LINE の交換をしたいんだって言った時にじゃあ頑張って、まあ、週に3日ぐらいは LINE したいなって、でもなかなか難しいかもしれないからそれは1日になってしまうかもしれないけど一応頑張って努力はするよっていうことを態度としてね見せてくれている、態度としてあなたにそれを伝えている、それはあなたに対する愛情表現以外の何物でもないので、まあ、そうしてくれているのなら、そうしてくれている、そしてそうしようとしている彼の行動そのものがね、あなたに対する愛情表現だし、まあ、好きじゃなきゃそんなことしねえよっていうふうに、まあ、思っていただいていいんじゃないでしょうかと、いうことです。さあそして5番目です。はい、あなたの力に、ね、なろうとしてくれている時ですよね。これはまあ4番目の要望に応えるに若干近いんだが、4番目は、ね、要望をあなたが出してからじゃないですか。ここで言うのはあなたが要望を出す前から、ね、何か力になれることはないか、こういうことに関して俺力になれるけど俺ってどうとか、彼の方から主体的に、ね、あなたに対してアプローチをしてくれる。まあ、単なるね教えたがれおじさんとか、まあ、単なるマウント取りたがれおじさんみたいなのが上からね、なんか俺やってるよみたいなのいたりするから、まあ、そういうのは気をつけた方がいいんだけど、あそういう人もねいるんでね、こういう人は気をつけろって話はね、前にご紹介差し上げましたね。まあ、なんとなくこう脈ありっぽく見えてねあなたに関わってくるんだけど、単にねマウント取りたいだけのおじさんっていうのが世の中にいるんでそれは気をつけましょうという話。こちらに画像が出ていてこちらにリンクが出てるので、まあ、こういう人じゃなければ、まあ、なんとなくわかるじゃないですか。それはもうね出来上がってる夫婦間とか恋人間とか、また友人間の話でもそうだけど、やっぱり大事な存在だからやっぱり力になりたいよっていう思いと同時に、俺は君の力になれるんですよ、俺は役立つ男なんだよ、そしてそういうアプローチをしてる俺っていうのは君のことが好きだからそういうことを言うわけさということを、まあ、言ってるというふうにね、思っていただいていいと思います。まあもちろんね誰に対しても親切な人っていうのもいますから、そこもね、ちょっとお気をつけになった方がいいんだけど、明らかにあなたに対してね、まあ、力になろうとしてくれる、まあ、何かね教えてくれようとしてくれる、何かしたらあなたに対してプラスアルファね、彼の持っている能力をあなたのために咲こうとしてくれているという時は、それ自体がねこれもあなたへの愛情表現というふうに思っていただいていいと思います。さあそして6番目です。はい、これが愛情表現なのかというふうにね言われてしまうかもしれませんけどね、実はこれが一番大きな愛情表現なんです。別れると言わない、男の人の多くはみんながみんなそうじゃないですよ、あんまり自分の考えを口にしないというか、まあ、自分の思ってることを言わなかったりするじゃないですか。で今日1番目からね5番目まで細かい話をちょいちょいしましたけど、まあ、こういう行動や態度にしたってそんなにはっきりじゃあなたに示してることがないわけじゃないけど、まあね、そんなにはっきりと明示的にあるかというとそうでもなかったりしますよね。まあまあ確かにねないことはないよと、でもそんなにじゃあね、自信持って私愛されてるこの人のこれって愛情表現だって確信持ってそう言えるかというと、まあ、ちょっとそうじゃなかったりするなっていうのも正直あると思うんですよね。だけど結局ね最後の最後ここなんですよね、彼にしてみればいや別れるって言わないってイコールそれって好きってことじゃん、別れるって俺は言ってないよね、それはお前のこと愛してるってことだよっていうね、まあ、そういう女性からしてみると、いやいやだから好きだったらこうすべきだろ、好きだったらこういう態度を見せるよね、愛情表現ってこういうもんだよねっていう思いは必ずあると思うんです。それはね別に悪いということじゃないんです。ただ男性側の言い分というかね、まあ、多くの特におっさんの言い分としては、いやだから別れてないっていうことは別れると俺言ってないってことは好きなんだからいいじゃんよというのは、まあ、大概ですよ。
まあ、なので、まあ、彼が別れるって言わないっていうこと自体が愛情表現だとね、思っていただいていいのかなと思います。まあ、もちろんだからといってね、じゃあ男の人は何もしなくていいんかって、そういう話は全く違うから、まあ、もしねこれ男の人が見てたら、いやそれはそれでダメよ、ちゃんとやるべきことはやれっていう話ではあるんだが、ただまあ女性側から見た時にね、今日1番目から5番目まで差し上げたの話とか、まあ、他の人がいろいろねあちこちで言ってるようなこう男の愛情表現っていうものが彼から見えなかったとしても、でも別れるって言ってないんだったら、別にそれは好きだから別れないだけの話だから、イコール愛情表現だというふうに、まあ、思っていただいていいんじゃないのというお話でした。さあ、ということで、ざっとね6項目ご紹介させてあげました。まあ、1番目からね5番目まではちょいちょいと、まあ、こういうこともあるよねというお話をさせてあげたんだけども、まあ、今日はね結局この6番目というところが一番大事であって、男の人はねいつも申し上げているように、やっぱり形式論が大好きで、群れが大好きだったりもするから、まあ、形式としてねもう交際が成立していますよとか、婚姻関係にありますよということであるならば、まあ、それをよっぽどのことがない限り崩そうとはしない、むしろ守ろうとすることが強いんですよね。だからその関係が成立しているイコール彼にとって愛情表現なんですよね。だからそこであえて、ね、何かをしなければいけないという問題意識を彼自身が持っていないことの方が圧倒的に多数だから、だから何が言わないから愛情表現をしてくれない、愛がないんじゃないか、好かれてないんじゃないかというふうに考えている前に、まず別れてないし、まあ、付き合ってるし、彼が別れたいみたいな素振りもしてないから、まあ大丈夫かなというふうに、まあ、思っていただいていいんじゃないですかね、というようなお話でした。現場からは以上です。